どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで僕は今明治大学の前に来ているんですけども、今日は就活サービスを作るにあたって、その就活生の悩みとか不安を聞きたいなと思うので、今日はその就活生の悩みを聞こうと思います。明治大学と YouTuber といえばこの方。明治大学といえばどうも、きょろです。お久しぶりです。服装が似ているってすごい嫌じゃんこれ。嫌なんですけど、ちょっと聞いていこうと思います。いくぞ。大学生に就活の悩みみたいなのを聞いてて、ちなみにマロさんは、ちなみに就活とかってもう始めてたりします？就活は、インターンに2つくらい申し込んだくらいです、はい、あ、そうなんです。じゃあ今からっていう感じ。今から始めようと思ってます。なんか悩みみたいな、悩みというかなんか不安みたいなっていうのはありますか？やりたいこととか興味のあることの幅が結構広いので、なんか絞れなくてっていうのが。確かに。じゃあ今はいろいろ3つつっていう感じで、消去法でみたいな。そんな感じで、とりあえず行ってみようっていう。なるほど。じゃあやってみたいことっていうのはありますか？今一番興味あることがコピーライターの人なので、自分が作った、なんだろう、コピーライトが、ルミネの看板とかに大きく出たらいいなって。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございました。貴重なお時間。はい。就活の悩みとか不安とかっていうのはありますか？なんか石川に私帰りたくて、あ、そうだね。もともと帰ろうと思って東京来てて、え、なんで石川に帰りたいの？え、なんかこれみたいのはないけど、親戚も家族もみんな石川おるし、結婚したりするのは石川だったら、最初から別に東京に来なくても石川で仕事して、で結婚して子供産んでっていうのをしたくて。確かにすごい安心感がある方言にね、やばいわ。標準語しゃべればいいか、方言しゃべればいいか。方言の方が安心する。おらんかったとかね。はい、続けて。難しいよね。じゃあ石川に戻って就活するっていう。逆パターンね。珍しくない？ニューターン。そうね、やばいね。それなかなかなくない？記録は。ないね。ないよね。民間にしようか、公務員にしようかも。あ、マジで。じゃあ公務員講座も取ってる。え、予備校。めっちゃ大変じゃない？それ。なんか、もうミクロ。本当に大変だと思う。落ち目が多分持たなくなる。大変ね。次に行ってもいい。その繋がるんやけど、今後やってみたいこととか、将来でもって難しいかもしれないけど、やってみたいことみたいなってありますか？仕事を行くわけないけど、育児とかで仕事を一回離れなきゃいけない時があると思うんだけど、それが終わってもちゃんと職場に帰ってきて、なんか頼られる存在でありたいみたいな。だから、なんだろう、復帰してもそういう頼ってもらえるような働き方をしたい。なるほどね。就活してて、なんか悩みとか不安みたいなっていうのはありますか？なんか今やってて、まあ、ちょっと業界も特殊なところをちょこちょこ受けたり落ちたり蹴られたりみたいな感じなんですけど、なんか求める自分がこういうのが必要だと思ってやってたことが、なんか意外と違ったみたいな、ズレがあったみたいなことがあって、自分なりにこれをこんだけ積んでいけば近づくかなと思ったら、そっち別ルートあったかみたいなことがあったりして、いや今からもう2年前戻れないしなみたいなのがありますね。マスコミ関係だよね、そうです、そうです。確かにそういうのって結構裏ルートではないけど、なんかこういう方法あったのかみたいなのもある、そういうのもあるし、あとはアピールの方法とかでも、なんかただやってきたことをひたすら言うんじゃなくて、マスコミとか結構特にインパクトとか、なんか切り口が人と違うとか、そういう面で、まあ、やっぱりたくさんの ES とかエントリーを見なきゃいけないから、その中で目に留まるとか印象をどう残すかっていうのがすごい大事なんだなっていうのが。確かに、マジそうですね。
でその自分の持ってるカードの中でその経験とかの中でどれを出したらちょっと面白く見えるかなって考えるのが難しくもありちょっとだんだん最近ちょっと面白くもありっていうのはあるんですけど、うん、どんなカードを使うんですか？そんな持ってる経験はずっとダンスをやってきたので、うん、その経験あとはなんかまあこういう動画とかたまに出させてもらったりとか、うん、そういう人の前で話すのが好きですみたいなカードとか、うん、なんかそんなにめっちゃあるわけでもないし、うんあとはなんか寮に住んでるから寮の話とか、寮に住んでるんですか、はい、絶対採用されるよ。いやいや絶対採用されるよね。いや、うん、じゃあ就活をいつから始めたとかですか？就活を始めるって何が定義なんですかね。将来の自分に来てよくわかんないなって思ってて、うん、なんか始めなきゃみたいなことはすごいよく言うじゃないですか、うんなんか自分のことというかこう夢に向かってやっていくっていうのは自分の結構行動指針の一つの中にあって判断基準こういうことやろうかなどうしようかな迷った時にこれはじゃあこの仕事に使えるかな使えなかったみたいな点で判断を選んだりなんかサークルとか始めるにしても、うん、このサークルもいいけどみたいな、 なんかインターン行き始めるとかは今私行きましたね。2019卒の2月末ぐらいに4年生1校目の代のふりして2社ぐらい飛び込んだ、すごい。じゃあ行かないんだ。でも全然マスコミじゃないところを行ったんですけど、それは普通になんかインターンってどういうとこなんだろうみたいな話しなくて、でそれは自分から情報を集めてっていう、なんかふとフラフラフラって検索してこれいけるって思って、ね、潜り込みました。なんか制作会社と広告ぐらい。1個はテーマパーク出したけど落ちました。そうなんですね。でも2つ潜り込んで潜り込みました。どんな問題だろうって見て、はい、で行ってよかったなって思いましたか？そうですね、なんかやっぱ発見があったし、なんか、まあ、それこそそのまあさっきの話で 1,2 年生がいると刺激になったっていうのもそうだけど、うんまあ、3年生こんだけ頑張ってるんだとか、じゃあこれ今これぐらいやってるんだったらこれその1年どういう過ごし方したらこの人たちに近いものになれるかなとか、うんうん、なんか結構いろいろ考える機会を与えてもらった気がします。いやめっちゃいいね。これもうあれや、絶対受かる、絶対受かる。誰どの企業も欲しい。いやなるほどね。じゃあ具体的にほぼ毎日結構就活関係のことをやってるってこと？マスコミ就活って写真がすごい必要で、証明写真ももちろん必要なんですけど、他にもスナップ写真とかあと動画も使ったりするんですけど、子がいるからなんでその写真撮んなきゃいけないんだろうと思って、じゃあいいやと思って、じゃあ撮る側の気持ちを聞いてみようと思って突然スタジオマリオのインターン行きました。マジですか？でも面白かったですよ。パチパチってもちろん接客とかやらないけど、ちょっと質問があるんですけど、なんか将来やりたいことみたいなのがあるっていうことですか？将来なんかもともとそういうものを画面の前で出て人と話す仕事がしたいなと思ってて、うんうん、でずっとそういうのを目指してアナウンサーとかもいいなとか、うんうんまあ、作るのも面白いなとか、うんうん、人に会うだけなら記者でもあるなとか、でもやっぱ一番近いの映像が作れてテレビ局だなとか思って、うん、結構そういうのを目指してやってきたんですけど、はい、まあ、今いろいろ自分がそういうのを目指してたのが中高生の頃とかだと、もう今でともう明らかにいろんなことが変わってきてて、それこそ YouTube とかいろんな映像配信媒体がたくさん出てきてるから、そういう中でどれが正解かな、悩みながら、でもまあ大枠は決まって、軸は決まってるっていう、そうですね、なんとなく大体決まっているんですけど、だからね、こっちがやりたいって言っても向こうがいらないって言われたらそれだけだから、いや受かるよ、絶対に受かる、絶対に。そう、何でも屋さんになりたいんですよ。何でも屋さん、すごい漠然としてるんですけど、はい、なんかこういうことやってほしいって言われて、はいはい、これでこうやってこうやりますねみたいな感じで、こうすぐ答えられる。あ、なるほど。期待に、なんか求められる自分に対する期待にきちんと答えられるっていうのがいいですね。いやめっちゃいい。いやなれるよ、なれるよ絶対。いやなれる、すごい。
なんかしゅんくんの顔がなんかもうちょっとやばいよね。なんかもっと楽しそうでなんか疲れた。撮ってなかった。あ、もう一回。楽しそう今。うんうん。今の感じ、今の感じもうちょっと続けて。ちょっと見せてこうやって。あ、いいよ。